コラボキャラ設定解説。今回紹介するのは殺戮の天使からダニー先生だぜ。ダニーの本名はダニエル・ディケンズで、2015年に星屑氏によって公開されたホラーゲーム殺戮の天使に登場するメインキャラの一人で、主人公レイチェルの主治医と思われるキャラクターだぞ。レイチェルとはB5界で遭遇することになり、突然彼女の前に姿を現してくるな。見た目は笑顔が似合う、メガネをかけたいかにも優しいお医者さんのような感じで、レイチェルにも物腰柔らかい態度で接してくるぜ。また、メガネをかけている理由としては片目の視力が悪いかららしいぞ。ゲーム内ではレイチェルのカウンセラーのような態度を取り、やたら目を気にかけてくるな。とまあここまで公言垂れてきたが、ここまでの話はダニーが作った真っ赤な嘘であり、実はその正体は目の執着が異様に激しい殺人鬼だ。彼は何も映さない孤独な目に惹かれるという変わった趣味を持っており、レイチェルは彼が出会った中で一番美しい目をしていることから狙われることになるぞと、ここから先は実際にゲームをプレイして確かめてみてくれ。今回はここまで。